林羅山像、林羅山明暦3年1月23日は、江戸時代初期の趣旨学派樹学者、林屋の祖、羅山は郷で、意味名は信勝、字は古神、通称は又三郎、出家した後の郷、道春の名でも知られる。天正十一年、京都市場新町において生まれたが、ほどなくおじの元に養子に出された。父は、加賀国の豪氏の末裔で老人だったと伝わる。 幼少の頃から秀才として歌われ、文禄四年、京都、県民寺で仏教を学んだが、創籍に入ることは拒否して、慶長二年、家に戻った。その間、県民寺大東安の古漢寺、慶及び県民寺従女院の英保長尾に指示し、雄長老の下では文学に長じた松永帝徳から刺激を受けた。家に帰ってからはもっぱら呪書に親しみ、南宋の出記の唱句、 失中を研究した、独学を進めるうちに、一層朱子学に熱中していき、慶長9年に藤原聖歌と出会う。それにより、精神的、学問的に大きく聖歌の影響を受けることになり、死のもとで儒学ことに朱子学を学んだ。聖歌は、結出した英才が文下に加わったことを喜び、ラザンに重複を送った。ラザンが、それまでに読んだ書物を整理して、 目録を作ると440余るべに登った。ラザンは本を読むのに、五行ともに下ると言い,い、一目で五行ずつ読んで行きすべて覚えているという。ラザンの英明さに驚いた聖果は、自身は主観を好まなかったので、翌慶長10年にはラザンを推挙して、徳川家康に合わせた。ラザンが家康に越見したのは、京都二条城においてであった。家康は聖果の勧めもあり、 この後、ザンを手元に置いていくこととした。ラザンは歳を認められ、23歳の若さで家康のブレーンの一人となった。方向寺の正明、林しぼち。林ラザンをはじめ一族が眠っている。国の史跡に指定されている。内部は11月初旬のみ公開されている。慶長11年には、イエズス会の日本人修道士、イルマン・ハビアンと地球論争を行っている。この 林羅山は、地道説と地球球体説を断固として受け入れず、地球方形説と天道説を主張した。慶長12年、家康の命により、創業となり、道春と称して仕えた。また、この年、江戸に赴き二大将軍、徳川秀忠に交渉を行っている。長崎で本蔵項目を入手し、寸府に滞在している家康に献上している。また、 慶長19年の大阪の陣に際しては、宝光寺の梵昇に刻された京都南禅寺の禅僧、文英神官による名文中の国家暗号、君神部落の文言の件で、家康に追従して、これを徳川家を図書する者として問題視する意見を剣じた。さらに羅山は、右牧野元圧損、家康を、家康をいる者であると無理にこじつけた見解を表明している。 官営元年、三大将軍、徳川家光の時効となり、さらに幕府政治に深く関与していくことになる。その活躍は、官営書家経図伝、本調図言などの伝記、歴史の編纂、皇帝、古書、古記録の採集、武家書,派と,書派と、書士派と、お定め書き百科条などの選定、外交文書の寄草、朝鮮通信誌の応接など多岐にわたっている。十二年には、 武家諸ハットを起草し、よく寛永十三年には伊勢神宮参拝典礼にあたっている。寛永七年、将軍、家光から江戸上の忍が丘に土地を与えられ、寛永九年、羅山は江戸上の忍が丘に、私塾、文庫と講師廟を建てて、先生殿と称した。後に、忍が丘聖堂と呼ばれる施設である。この私塾からは、多くの門人が輩出し、 後世の将兵坂学問書の基礎となった。また、終わり藩書大藩主の徳川義直は、羅山が羅山の指定の一角において、孔子を祀る略式の石典を取り行うことについて、援助しており、晩年は、幕府より910国を救せられた。徳川家の家康、秀忠、家光、家綱の将軍4代に仕えた羅山は、初期の江戸幕府の土台作りに大きく関わり、 様々な制度、儀礼などのルールを定めていった。学問上では、儒学、神道以外のすべてを廃止、朱子学の発展と儒学の感覚化に貢献した。博識で、学問書だけでなく気候書を表すなど文人としての活躍ぶりも多彩である。ラザンは幕府に対しては、僧侶の資格で使いながら、仏教批判を行っている。なお、林や東大の主が、大学頭と称したのは、 ラザンの孫の三代、林宝庫の代からであり、インゴリンカは、代々幕府の教学の責任者としての役割を担い、駿河文庫の管理も行った。明暦二年には、最愛の妻を亡くしている。翌明暦三年、明暦の退化によって、邸宅と諸庫を消失し、その四日後に死去した。諸庫が消失した衝撃と落胆で命を縮めたとも、言われている。年75 墓は、東京都新宿区市ヶ谷山伏町にある。幕府による羅山の登用は、受学者の社会的地位の向上に大きな役割を果たしたと言える。湯島聖堂、林羅山の学問は、関東の宮中から陸昌山、大陽明の学に及び、諸子百科から日本の古典にも通じたが、南宋の手記の学問がその中心であり、特に市の藤原聖下の没語は、明確に、 主気の理議論の立場に立った。ラザンは、趣旨学者として、万物は、理と、気からなるとする、理気二言論を解き、理法が諸言象を支配するのと同様に理性が、常欲を支配、そして、天を、自然、人文の一切の事物に内在化し、かつ天は気によって、万象を創造し、理によって、万象を主宰するものであるとして、この天の働き、すなわち、 天とを助けることこそが人道であって、この人道の実践、利口が、格物より始まると説いた。ラザンの人間論は、人間は、天理を受け、その本性は善であるが、常欲のために覆い隠されているために十分に、発揮できないとするもので、学問によって、宇宙を貫く理を極め、収容によって、常欲を取り去るべきことを主張した。また、万象を貫く、 道徳的属性を考える立場に立って、爆反体制下の身分秩序とそこにおける実践道徳を形事上学的に基礎づけた。春干渉においては、宇宙の原理である理は、人間関係では身分として現れるとして、上下定分の理を解いて、指導交渉の身分制度を正当化したが、これは、爆反体制の根幹をなす身分秩序絶対化の理論であった。ラザンは、 同書で国をよく治めるためには上他持つため、高しとその具体的な現れである霊が重要視されるべきことを説き、時系を強調している。ラザンは宇宙の原理である理を極めれば、内に高し、外には霊として現れると説き、高しと霊が人臨の基本であり、理と心の一体化を説いたのである。ラザンの出資学は中国から自家輸入したものではなく、 豊臣秀吉の朝鮮書。なお、羅山の号も、朝鮮本の遠平問答に由来するものである。あずまかがみこ本館英版、林道春の抜文ラ羅山は、多くの作文、不死を残しており、むしろ羅山は語用学者というよりは、徳川時代の最初のエンサイクロペリストであったという、評価がある。神道伝授や、本朝神社校においては、趣旨の唱えた。 奇心論に基づいて、古代以来の日本の神仏集合を批判した。中国の本奏学の紹介書、多式編、閉学の注釈書である、尊子限界、三略限界、陸東限界、さらに中国の怪奇小説の案内書、怪談全書を表すなど、その関心と学識は多方面にわたっている。日本史にも造形が深く、日本の国祖としての大白説に関心を寄せている。 ラザンの思想は、総じて儒教的な現世主義、道徳主義、及び一種の合理主義を特徴としている。特に際立った主張の一つに、仏教の排斥があり、仏教が悲願主義に立って、現世の人間社会における問題を避け、来世を説いて、虚妄を述べると批判し、その道徳虫や仏像に見える、不道徳、罪悪などを追求している。今一つは、真珠合一論である。 ラザンは、神道、王道、儒道、人道の根本は同一なのであり、神は心、理であるとして理当たり心地神道を解き、日本神話中の三種の神義を、儒教的な里師、人師、勇の三徳の象徴とみなした。また、理当たり心地神道は、近世の儒学神道の先駆けとなった。和辻哲郎は、ラザンは、ハビアンとの論争でも科学に、 全く興味を示さず視野が狭い、ヨーロッパでは近代的な思想家が出ていた時代に古代の理想に帰っていくというのは時代錯誤などと、ラザンは鎖国と共に保守的反動的な偏教な精神をばっこさせ、長きにわたり日本人の自由な思索活動を妨げた、不幸であったと論じている。編著書は150余りに及び、上述したなどのほかガール、弟に林英樹。 ラザンには4人の男子があり、長男と次男は養成した。現在4年に三男春勝、寛永元年に四男、守る価値が、いずれも京都に生まれており、春勝は、画法、守る価値は読み交際とこうした。画法は、父の後継者として幕府に仕えて、大学頭と称することを許され、読み交際も幕府に召し抱えられた。ありがとうございます。